今日はね、私の愛する夫達也っていう人がいるんですけれども、達也がね、愛人と寝るということでね、私はお弁当を作ってます。今日だけはちょっと許して、毒とか入れようとしてんじゃん。当たり前、当たり前ない。しかも愛人とご飯やのに、たっちゃんが一番大好きな春巻き作ってあげてる。私大好物を用意してくれてんの。そう、危ないよ。今日だけやから、今日終わったら明日からまたお前を全力で愛す。結局帰るうちは私なのよ。さすが制裁。この座だけは渡さないわ、何があっても。離婚届に判だけは絶対押さないからね。ドラマの見過ぎやろ。金だけはむしり取ってやる。やばいな。今最後金だけむしり取るよ。怖っ、こいつ。明日朝には絶対帰ってくるから。朝帰ってきてくれんねよ。もしかしたら昼とかなるかもしれんけど。あ、オッケーオッケー。愛人次第やね、ちょっとキーまたがんって買ったらいいよ、次の日の門限なか。今日俺が愛人と泊まってる間何しとくの？リコさ、愛人の顔一目見たいからさ、一緒にご飯食べようかなって思ってる。マジ？当たり前やん、それが制裁やん。愛人にさっき言っとこう。いや、そんなんサプライズで行くから思うのよ。サプライズ。あ、どうしよった。虫がいっぱい増えてくる時期が来ましたね。そうですな、じいさん。そうですな、ばあさん。わしは今の季節が大好きじゃ。でも夏前のこの季節が一番じゃの、おばあさん。この季節がずっと続かないかの、いつか。夏はでも本当に暑いからの。夏は楽しいが苦手じゃ、年々。ばあちゃんも年取ったの。もう27年も生きとるからの。27年は生きすぎじゃ。あと600年は行きますよ、私は。発車での、発車での。おもんないね。おもんない。27年行ってるぐらいからめっちゃおもんない。もう言ってる間にできんで。ちょっとほんまに、あの愛人また知るから早く作って。たっちゃん、お風呂先入ってもいいで。じゃあもうさっきちょっと風呂入っていくわ、俺も。うん、だって今日さ、リコさ、一人時間あるってことやろ。もうだってそれでさ、入ったらさ、もう帰ってこへんってことやろ。イエーイ、こっちにはこっちの楽しみ方があるのよ。タッツ、はい、これちょっと食べて。だるいね。味、これでいける？うまっ。おいしい。これでいける？うん。バイバーイ。あっちゃんが春巻きだけやったら足りないかも。演技でもやつか。皆さんも分かっていると思うのですが、愛人は幸子です。最近私、あ、やめよ。春巻きだけ持って。もう巻き終わるべ。完璧やん。マジでさ、リコさ、春巻き作んのも早くなったくない？早い。ご飯作んのリコほんま遅かったやん。最初な。笑けるくらい遅かったよな。そう、ほんで出来上がったと思ったら米かけてないみたいな。どうも。どうも。気持ちかったか？気持ちかったです。風呂洗っといたからもうボタン押したら入れるからな。サンキュー。それぐらいやらしてくれ、さすがにな。全然気にすんな、全然感謝とか大丈夫やから。もうサツコって言ったで。
みんなもサツコって分かってる。分かってる。みんなもこの茶番に付き合ってくれてありがとう。ありがとうございました、本当に。サツコでね、たっちゃんが寝たいということで、車中泊をする動画です、今日は。で、そこで私もご飯だけ一緒に食べます。ほんまに寝るのはたっちゃん一人やもんな。そうやで。でもリコどうする？寝たくなって寝るかもしれないです。いや、可能性ある。では、後ほど。やっと思ってんけどさ、ワインのコルク捨てた。やっぱり捨ててた。捨てたな、捨てたやん。捨てた？どっかで捨てた？買おうって言って買わんかったんや。これって無理なん？コルクないと。いや、わからん。一旦食べよ。一旦食べよ、お腹すいた。一旦食べよ。死ぬ。では、記念すべき車中泊でのペルご飯。いただきまーす。いただきまーす。いただきます、サツコー。サツコー。よろしくなー。今日もかわいいな。本日のメニュー。はい。春巻きと、タツの大好きなエリンギのバター炒めと、気持ちのトマトです。はい。ありがとうございます。あと、これはお吸い物入れてきた。マジか、最高やな、もう。うまっ！うん？うん。うわ、うん、最高やな。本当は、納車して東京から帰ってきた日に、やろうって言っててんけど、さすがに疲れとってんの。疲れとった。めっちゃさ、美味しく感じる。めっちゃ美味しい。これがな、やっぱり車中泊とか、キャンプの醍醐味やと思うね、うん、俺。うん、なんか。俺今日さ、ワイン飲んで、リコお風呂とか入ったら、夜食誘おうと思っとった。え？言わんといて。誘って。誘えよ。寝てるかもしれんけど。俺もだいぶ眠い。なんで今日さ、6時から準備してたの。6時から準備してた。ちょっと待って。いや、俺な、リコってキャンプ絶対向いてるやろなって、うん、この、あの、ラングラー買ってから、すごい思う、うん。キャンプショップ行ったよ。行った行った。めっちゃ楽しかったよ。そう、俺その時にびっくりしたん。俺以上になんかもう、乗り気やった。店中走り回ってさ、これがいい、いや、これがいいんちゃうみたいな。店員さんにバリキ。めっちゃ。もう絶対リコとキャンプ行ったらおもろいわと思ったもん、俺。ほんまに一回だけキャンプ行ってみて、楽しいなみたいな。キャンプ、うん、もっといろいろしたいなって思ったら、そっからキャンプグッズを買うようにしよう。うん、そうしよう。でもさ、一回やったよな。楽しかったよな。あれはキャンプ場で。あれもキャンプ、でもあれキャンプ？キャンプやん。でもキャンプやん、あれ。あれ一回やったやん、俺ら。楽しかった。あ、キャンプやん。キャンプ立てて。やったわ。借りて全部。やった。やったやろ。最近さ、結構川しか行けてないからさ。ああ、確かに。ああいうアウトドアもまたやりたいな。川で潜伏したし。あれほんまに。ほんまに危ないね、でも俺ら。快適ですなぁ。もう密室やからさ。うん。もうほんまに虫とかも絶対来へん、今は。うんうん。夏やったらバリ暑いんやろな。もう今しかできん。ドア開けた瞬間もう、カーのオンパレード。これ食べてもな。無理これ。ほんま？気づいたらここまで行ってる。誰が食ったやろ。全部、取ってる。俺3本は食ってない、絶対。食べれる。俺2本じゃん。食べた。めちゃくっついてるとこ熱いねんけど、うん、ベッドベド。え、立っちゃうよね、顔めっちゃ汗かいてへん。汗かいてない。あ、って感じるだけか。スリーピングマスクしてる。俺スリーピングマスクしてんねん。リコにもらったやつ。肌ほんま、だって前のなんかの動画、納車の動画かな、うん、立っちゃうの肌切れすぎみたいな、みんなコメント何件か来てて。そう、嬉しい。綺麗でも。こうやってさ、覗いた時にさ、今人がこうやってやってたらどうしようって想像してめっちゃ怖かった。おい、一人で寝んねや、俺ここで。そんなこと言うなよ。一回このジープワイン、うん、開けれるかチャレンジちょっとやってみたいねんな。やってみよう。開けれなかったら帰るわ。そうやな。あかんかったら俺もう寝るだけやで、今日。それがしたかったやろ。それがしたかった。朝起きてコーヒー飲む。もうそれだけしたい。うん、一応誘ってくれへん、今日。朝のティー。ほんま？一応ハッピー。いいよいいよ、うん、絶対起き、はあ、えぐい、幸福度えぐい。爆睡できんちゃん、もうお風呂も入ってるし。いかも。キャンプとかやったらさ、火、うん、が当たって目覚めるけどさ、うんうんうん、屋内やったらさ、一生も暗いから、もう俺もう起きんかもしれん。起きてこう、ヒレとかなんてもさ、全然来へんやって言って死亡確認してんのか。起こしに来て、死亡確認。待て生存確認やろ。死亡してるかどうか確認しに来んの。望んでるやん、こいつ。
次。え？ワインちょっと頑張ったんですけど無理でした。コルクが開かなくて。めっちゃ眠い。どうすんの？もう寝ろ一緒に。え、あのサッカーみたいとりあえず。うわ、入った入った。入った入った。じゃあ僕はもう祝杯あげるわ一人で。じゃあこちら。車中泊してラングラーの一つ思ったことはドリンクホルダーないな。手前のところにあんねんけど、うん、この辺にもあったらめっちゃいいよなって思う。うどん食べようかな。え、素敵素敵。食べ食べようかな。食べや。食べるわ。もう食べろ食べろ。え、リコ汁は飲む？汁飲むで。麺も食う。麺も食うんかい。どん兵衛肉うどん食べます。たっちゃん、もう一個のカップ麺どこやった？え、ここにあんで。見せてみ。喜ぶかな思うね。ワンタン。あ、ほんとだ。もう今日までさ、食べちゃう？もう二人で。やめよ、それは。で、二人で一個にしよう。で、喧嘩なるだけやもん。で、ならへんて。これで喧嘩なったらやばいって、俺ら。食べすぎやってとか言って。じゃあ絶対言わんといてな。でも食わへんって言って。うわ、ほら、もう始まったで。食べていいのシーンも撮れてる。食べていいも撮ってないかもしれない。勝手に食べてる。リコが多分今。え、食いすぎやろ、そう思ったら。食べてないって。音めっちゃ聞こえとったよ、ずっと。じゃあもうほんまにいい感じして。なあ、さつこ。早く二人の時間過ごしたいね。すいません、お夜食まで。あ、ほっぺんがある。誘ってないです、別に。勝手に言いました。ちょ、ほんまに食べすぎよ。で、ほんまに食べすぎや。で、まだでも食べるから、置いて。うわぁ、うまっ。もともともほぼなかったからな。一口が違うの。うっとうしい。じゃあ、ありがとうございました。いい夜を。皆様もいい夜を。制裁を送り届けたいと思います。おやすみ。おやすみなさい。ハナキン。カップルおはようございます。おはよう。リコさん、朝食どう？なんて？後で行くわ。絶対来へんやこれ。改めて皆さんおはようございます。さっきはちょっと寝起き感があったんですけど、目覚めたので今から唯一これだけやれば満足というコーヒーを朝から飲むっていうのをやっていきたいと思います。僕のコーヒーセットをではご紹介したいと思います。こうの、これリコがプレゼントしてくれて、これをもうずっと使ってて、もうできたん？早っ。豆はこのカルディの豆を買ってます。店員さんにいつもおすすめ聞いて中から選ぶみたいな感じです。今マイルドカルディかな。ずっと好きやったやつがちょっとなくなってて、今はなんかいろんなやつ試してるって感じです。で、これがすごいめっちゃいい計量スプーンやけど、クリップついててこうやって挟んで保存しとけるし、使うときはこうパカッと開けて、すり切りで 8g かな。やから今回だとまあ1杯分やったら 10g やから、まあ8ちょっと気持ち入れるみたいな感じです。で、このこすやつみたいな、これもリコがくれました。これをこうつけて、今回は氷パンパンに入れてきてるんですよ。だからちょっと薄くなるっていう予想のもとなんで2杯ぐらい入れておきます。誰が興味あねんな、このコーヒーの解説。本当はキャンプとか行くようになったら豆からグリグリってやって細かくするやつのなんかセットみたいなのも買いたくて、でそこからもうキャンプの朝を楽しみたいなっていうのがあるんですよ。おお。この容器ももうめっちゃ可愛くない？何がいいってめっちゃ入んねん、これ。コーヒー2杯分ぐらいは入んのかな、普通の。じゃあ。Good morning。ああ。最高。ということでね、皆さん、いかがでしたでしょうか？僕が絶対にやりたかった、タツコとのお泊まり。
動画見ていただいて本当にありがとうございます。半分以上はね、あのリコ、あ、僕の制裁がねいたので、サツコとの2人時間っていうのがねあんまり取れなかったんですけど、またこれからね、まあ車中泊もそうやし、次はキャンプリコとサツコと行けたらなと思うんで、まあ、こういうアウトドアもみんなで一緒に楽しんでいけたらなと思います。リコさんはね、ちょっと多分サツコと僕に嫉妬しているのか、朝はふて寝をすごいしてて起きてこなかったので、これで動画をおしまいにしたいと思います。じゃあね、バイバーイ。